おっしゅんです。パート4を見ていただきありがとうございます。前回は王子が生きていることがバレてしまって、でその続きを今から始めたいと思います。王子は生きていたか。指輪はどうなっている？ルナフレーナは逃亡中にて、すぐに見つけ出し殺せ。指輪さえあればひとまず捕らえてみるのがよかろう。六神の力とは人知を超えたもの。その力はカンナギの求めにより王へと与えられると聞く。カンナギは良い研究材料だ。いかがかな、レイブス将軍。どうした、今や帝国軍を率いているのはそなただ。ですが、今はどちらの行方も知れぬ状況。軍は引き続き、王子とカンナギの行方を捜索してまいります。光よ、我がクリスタル。よし、始まった。いよいよ新しいとこに入るね。ようやく砂ぼこりから解放か。リード地方と比べるとこの先はだいぶ広いぞ。そうなんだ。なんか有名なとこある？この先はダスカ地方、湿地帯が有名だな。湿地帯、ジメジメした感じが。お、チョコボが、お、チョコボ出るんだ。さらに先に行くと、クレインチョコボ楽しみだな。レスタルムの街がある。イリスが避難するって言ってたとこ。ああ、そろそろ着くんじゃねえか。確かメテオで動いてるって街だよな。六神の話の。ああ、熱をうまく動力にしているそうだ。へえ、なんかすごそう。いろいろ面白いものがありそうだね。そうだ、チョコボが生息してて、ってことはチョコボジメジメしてるところが好きなのか。長旅の前に給油しておこう。スタンドによるぞ。ガソリンスタンド。俺たちもだいぶ変ね。外の道になるかな。ノクト、運転したいならいつでも変わるぞ。それは遠慮しておく。チュートリアルや世界観を知るモードのほか、バトルの操作システムを確認するモードもあります。戦い方に困った時は一度覗いてみましょう。ほうほう。ん？ドラ何をしてるの？電話？はい、もしもし、イギリス、ノクト、無事だったんだね。こっちはなんとかレスタルムの町までたどり着いたとこ。私たちここの宿にいるから、近くに来たら一度合流できるといいな。あ、レスタルムだ。待ってるね。ほう、レスタルム。イギリスか。ったく、兄貴にかけねえで。王子の声も聞きたかったんだろう。心配していたはずだ。彼女はレスタルム？一回合流するの？ん？そこの看板見た？チョコもらって見たくない？え、チョコ？レスタルムは後回しか？まだ先じゃん、ちょっとだけ寄ろうよ。いやいや、チョコもポストに行くだろう。チョコも見たいもん。のほほ、楽しみ。サブクエストを受注しました。よし、チョコボ。あれ、チョコボはどこだ。1キロ遠い。ちょっとミスったかも。待った待った、クエスト。ふむふむ、まあ、チョコボはまた今度だな。オートドライブ、クエストの目的地。チョコボに会いたいけど、まずは期待をしよう。今日の天気は快晴だ。気温も上がりそうだな。いつも天気いいな。一回だけ雨があったのか。よし。わー、でも街綺麗。すげえ、ニュージーランドみたい。うわー、綺麗。
これ木一本一本作るの大変だっただろうな。何回か聞いたかもしんねえけど、うまいかい。何あの湖、え、何度も聞かれてる気がするが、俺は気に入って。何あの首長、経験値多そう。水の中、魚、魚扱いになるのか。いや、恐竜か。昔の隕石だっけ。え、昔の隕石。メテオは今も燃え続けている。レスタルムじゃあれを動力源にしてるんだろう。あほーん。あほーんで。クリスタルのようなものだ。あほーん。え、今の動物、あ、岩か。何でも動物に見えてきちゃうぞ。うおー。カーテスの大空か。ねえノクト、メテオと一緒に写真撮りたくない？欲しい。いいかもな。おー、行こう行こう。あ、指定の位置まで行かないとダメなのね。待った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 。指定の位置って、あ、近いんだ。びっくりした。よし、歩いていくか。よしよし、写真だよ。俺ポーズ取んからな。誰が、お前ら写真撮るわ。よし、撮る。この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。じゃあ撮るよ。お、いい感じ。保存しよう。めっちゃいい笑顔じゃん。いい感じ。よし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 、シャッターチャンス。大皿、うぅ、あそこにまた行きたいな。ほっ、あ、ここから乗れるんだ。オートドライブ再開。準備はできているか。あ、さあ向かおう。2キロか、遠いな。ちゃんと車の中も凝ってるんだな、作るの。おお、綺麗。またさっきみたいな、あんな湖の首長はいないみたいだな。おお、レスタルミでイリスに会う。綺麗だな。よしよし。お、プロンプトが話しかけてきた。ん？ノクト、あのさ、あのさ、何か写真で撮ってほしいリクエストない？特にないな。今のまま好きなように撮ってくれ。そっか、わかりました。これからも仲間全員を等しく撮っていくようです。うん、それでいい。パーキングエリアやたら押してくるな。こう迂回して迂回していく感じか。レガリアショップ、そうだ、買っとこう。エリクサーの重要性を俺は知ったけど、980円しかない。フェニックスのせいもすんの。ちょ、売ろう。23、はい、エリクサー売ろうと思ったけど、売れるほどいいもん持ってねえや。え、何これ。玉虫の抜けやら水自身それなりの価値がある。おお、それなりの価値があるんだったら捨てたくないな。あ、FF1、FF7 の思い出。ルシスの思い出。ふんふんふん。レジャー用品、マインドブレイク、メンカル、スパイシーダルク、名古屋。多くの釣り人に親しまれお手頃価格のライン、気軽な釣りには持ってこいで初心者にもおすすめ。
あ、これ魚釣りか。魚釣りまだしてないな。このトンネル面白そうだからしたいんだよな。すごい綺麗。どんな街なんだろうな。長いトンネルを抜けるとそこは雪国だったっていうのをよく聞くけどね。とオードレレガリアショップ買うって、あ、アクセサリーもガーネットの指輪、ガンとかメガリとブレスレット装備すると力がややアップする。へえ。ついた。おお。このマットでかいな。久々の都会って感じだな。あ、ケーブルか。あれはどこまで。都会だな、確かに。ありがとう。まあ、手振ったけど実況じゃ見えないな。暑いな、さっきから。どっか入れば涼しいだろう。今日はちょっといいとこに泊まれそうかな。そうか。ここならホテルもありそうだ。行くぞ。カップヌードルか。外でも買えんだな。食材が切れた時の非常用にいくつか買いためた。結構人がいる。おお、本当だ。めっちゃ人いる。大通りになるのか。イースはリュウエイホテルに泊まってるそうだ。リュウエイホテルね。確認。旅の宿だ。リュウエイへ。ってことはいい場所に泊まってんのか、イリス。いいな。どんないいところなんだろう。朝起きるとお嬢様お目覚めですかみたいな起こしてくれる場所かな。ほっ。着いた。地震ですか。どうした。なんか頭いてと思ったけど。大丈夫。平気。治った。治ったのか。みんな生きてる。足あるね。あるある。元気そうだね。おかげさまで。ね、泊まるならここでしょ。ああ、そうだ。時間取れ。いろいろ聞きたい。うん。よく無事だったな、ジャレット、タルコット。ノクティス様、イリスは俺が守ってます。申し訳ありません。孫のしつけがなっておりませんで。ええや。ありがたいお言葉でございます。では、さらさら失礼を。ノクティス様、おやすみなさい。イリス、応答どんな感じだった。お城とその近くがすごくやられちゃって、大丈夫だったとこも多いと思うんだけど。目的はやはり限定的だったのか。ね、なんかあったらどんどん言ってね。ああ、ありがとな。なんだ。あのね、ルナ・フレーナ様、この町にいらしてたって噂があって。でもすぐに町を出たって。無事でよかったじゃん。わかった、ありがとう。じゃあ、ゆっくり休んでね。おし。いや、できた妹じゃないか。しかも妹超可愛かったし、あんな可愛さいらねえだろってぐらい。ふぅ。まあまあ、ムービー中は極力喋らないようにしますんで、
ムービーはムービーを楽しんでいってください。あ、いい写真。こんな場所しかない。こん、お、可愛らしい。OK。翌朝。ねえ、ボスケ。ああ、あいつらは。みんなタルコットと散歩行っちゃったよ。街見てくるって。あ、ね、私たちも行こう。よし、こんな可愛いこと。デートができるならやりますよ。よし、案内するね。お待ちになった甲斐がありましたな。ではお気をつけて。一番最初は市場かな。ついてきて。よしよし、二人でお散歩、市場に向かう。ここ夜になるとすっごく素敵なんだよ。へえ。どの店にする？どの店にする？ここか。あ、このスピードに合わせないと。まあね、レディーファースト、女の子お前。ここパーテライチバって言って何でも売ってんの。楽しくなんない？いろんなの買いたくなっちゃう。金ないけどね。よし。お前が好きそうな店あるもんな。ああ、わかる。よしよし、大変そうだな。うわ、このお店なんかいいの揃ってるっぽい。ちょっと見てていい？待ってて。お待たせ。じゃあ次はね、工場。お、なんか売ってくるの？うちは古木農場直営だよ。兄さん、どうぞ見てってよ。3200円。全部高いわ。またのご来店よろしく。さあ、あれ、あの子は、あれ、あの女の子、あ、いたいたいた。2人では散歩、工場に向かう。 OK。 こんな市場栄えてんのか。コルニクス給油ステッカー。2人では散歩、工場に向かう。お、拾おう古い小銭。さっきフォームレスみたいなことばっかりしてんな。ずっと小銭拾ってる。よしよし、可愛らしい子だな。これってやっぱあれか、カメラ視点でパンツは見れないようになってるのか。あれが工場でね、ここの電気を作ってるんだけど。あ、すごいんだよ。働いてる人残念、みんな女の人。ここでは女性がどんな仕事でもするんだって。すごいんだよ、働いてる。ふーん、興味ありまくりだな。ちょっとやってみたいって思ってんだろ。わかる？かっこいいじゃん。でもやっぱりオートと違うね。びっくり。じゃあ次は展望公園にしよう。展望公園？目的地に向かい、展望公園ってあるけど、お、なんか俺が案内してるみたいじゃん。オートとは違うけど、こんな家もいいよね。うん。ふう。この女の子が案内してくれるんじゃないの？あ、止まるんだね。案内はしてくれないんだね。あ、俺が案内するのね。おかしいな。俺ノクティスここ来たことないと思うんだけどな。すごいな、いろんな服の人がいるな。ここの飲み物全部綺麗だな。そうなんだ、綺麗だな。最近地震多いんだ、怖いな。
日本も地震大国だからな。地震揺れてツイッター触ってるからな、日本。え、ここジャンプしたけど、あの女の子は？出てくるの？諦めて階段で来るのね。ふう。着いたよ、ここ。ペゴラ展望公園。どっから声が聞こえる？ほらあれ、メテオが見えるんだ。おお。ノクト、なんかこれ内緒のデートっぽいね。へへへ。だとしたら俺が兄貴に殴られる。変なこと言えない。それにノクトにはルナフレーム様がいるしね。もうみんな戻ってるかな。そろそろホテルに帰ろっか。ね、今日は暑いな。ビードマリンキャッツ涼しいのに。ね。よし行こう。二人の散歩。ホテルに戻る。ちょうど市場と展望台を紹介してもらった感じね。え、こんな車、え、ちょっとダサくない？気のせいか。風が気持ちいい。さっきあったじゃん、これ。ぴょん、ぴょん。みんないるかな。こんなの子供の時以来だね。ありがとう、楽しかった。ノクティス、子供の頃にもこんな可愛い子。ルナフリーナ様かフレーナ様かがいるのに。くっそ、ノクティスモテモテじゃねえか。うめえ、うらやましいっつぉ。喜んでくれて嬉しい。あのね、市場で買ってたのノクトのだから。へえ。でもまだ何買ってくれたんだ。楽しみにしてて。クエストコンプリート。二人でお散歩。じゃあタルコと街で聞いたって話。分かった。これそんな口よ。ああ大丈夫、俺一般市民ですんで。ノクティス様、伝説の剣がこの近くの滝の中にあるんだそうです。場所の分かっていない場所の一つかもしれない。伝説の剣エクスカリバーか。行ってみねえか。英語どうもな、タルコと。いいえ。よし、マップで見て方角的にどこだ。あれ、あ、すぐ近くか。そうだ、全然近くじゃねえじゃん。3キロか。なかなか距離があるな。よし、滝の洞窟だな。シャス洞窟に向かう。 OK、 じゃあグレイシャー洞窟に向かおうじゃないか。よいしょ。あ、間違って、マップを、あ、マップを押しちまいましたぜ。ぴょん。だからジャンプしたら早く移動できると思ってしまうよね。オートドライブ、クエストの目的地から選ぶ。よし。この街の人たちって、なんかすごくフレンドリーじゃない？すごいフレンドリーだった。誰でも挨拶してくるし、驚くわ。ノクトは特にね。インソムニアはそんなことなかったもんな。よし、出発してるけどみんなやることないのか。よしよし、じゃあここら辺でパート4を切りましょう。じゃあパート4を見ていただきありがとうございました。これからも まだまだ FF がクリアするまで実況動画を出したいと思っているので、これからもよろしくお願いします。